エルサレム入場の様子受難週、聖週間、聖週、受難週間、とは、主炉の主日から、復活祭の前日までの一週間を指す。イエス・キリストが、エルサレムで受けた苦難を記憶することから、受難週等の名がある。この週の木曜日は、聖木曜日、金曜日は、聖金曜日、土曜日は、聖土曜日と呼ばれる。キリストの受難については、使徒原公録で、神は、 すべての預言者たちの口を通して、キリストの受難をあらかじめ語っておられたことを、このように実現されましたと明言されている。よって、受難は、使との教えの中心を成していたと言えよう。だが、弟子たちは、苦難の意味を復活までは、本当の意味では、理解してはいなかった。したがって、イエスのエルサレム入場を支点とした、この一週間も、さほど重要視していなかったであろう。 樹南州の各曜日における出来事を福音書の記述に従って行う伝統はエルサレム教会で2の3世紀頃から行われていたようである。今日でも聖教会、カトリック教会、聖公会では各曜日に様々な行事が行われている。ただ、プロテスタントでは教派や国によって採用する行事にばらつきがある。ありがとうございます。